スルーギとは、モロッコ原産のサイトハウンド犬種である。別名は、アラビアングレイハウンド。約2000から3000年前から存在していた犬種だが、はっきりとした追い立ちは、よくわかっていない。サルーキとは、兄弟種とも親種とも言われる間柄で、どちらにしても親戚であると考えられている。元は、北アフリカに住む、ベルベル人によって飼育されていて、ウサギやガゼル。 ダチョウの狩りに使われていた。また、イスラム教において、犬は、不浄な生き物として扱われ、軽蔑されているが、スルーギは、例外で、飼い主の家族として扱われ、オスの犬は、人間の女性よりも地位が高かった時代さえもあった。スルーギが亡くなると遺族は冥福を祈り、魂を天に送るために、家族全員の頭髪、体髪をすべて剃り落として、猛二不ぎ式が行われた。 現在ではこの儀式は一部地域を除いて行われていないが、これにより、スルーギがいかに大切にされていたかを知ることができる。なお、この儀式は古代エジプトでも行われていて、原産地との交流があったこともわかっている。本種も他の多くの犬種と同じく、二度の世界大戦によって頭数が激減してしまい、絶滅寸前となったが、戦後わずかに生き残ったスルーギを集めて、 犬種を存続させることができた。以後年々頭数を回復しつつあるが、今でも頭数は少なく、原産地以外ではあまり一般的でない犬種である。親戚種であるサルーキに比べると骨量が多く、ややがっしりとした体格をしている。また、耳などに飾り毛がないのも大きな違いである。サイトハウンドのため、マズル首、胴、足、尾が長い。耳は、垂れ耳で、 オアサーベル型のタレオ。コートはスムースコートで毛色はサンディアフォーンなど砂漠の砂の色に近いものが多い。体高61から72センチメートル、体重20から27キログラムの大型犬である程度あばら骨が浮き出ている程度が健康な印である。しかし足や顔に骨が浮き出ているようならばそれは痩せすぎである。性格は警戒心が C が優しく。 自分が家族と認めたものに対しては強い絆を結ぶ。その対象は人や犬だけでなく猫やその他の動物にも向けられ、それらも家族として認める。ただし、元々の刺激の関係上、ネズミやウサギなどの小動物は家族ではなく獲物としてみなしてしまうことが多いため近づけるべきではない。運動量はとても多く、散歩の時間は長めに取る必要がある。 アフリカ生まれで探紋のため、暑さに強く寒さに弱そうなイメージがあるが、実際は、スルーギの場合、暑さだけでなくある程度の寒さなら耐えることができる。日本の陶器の寒さはほとんど耐えることができる。ありがとうございます。